ここで突然出すが、今私はこんな風に考えているってテーマで話してみたいと思う出す。今私はこんな風に考えている出す。今行くよ来るよの太った方は行くよなのか来るよなのかと、お腹をパンパンと叩くのが行くよなのか来るよなのか、眉毛がつながっているのが行くよなのか来るよなのか、あばらが折れている方が行くよなのか来るよなのか、乳首のピアスがセクシーなのが行くよなのか来るよなのか、またこんな風にも考えているだす。おっぱいよりお尻が好きな人の方がいやらしいとよく言うだすが、それは本当なんだすか。じゃあ鼻と耳では、じゃあ脇毛とすね毛では、じゃあ河合俊一と河合我門では、どっちなんだすか。それから三河さんは男なんだすか女なんだすか。じゃあ清彦さんはどうなんだすか。それからこんな風にも考えているだす。山田邦子さんは。